はい、こんばんはです。もうちょっとなんですけどね。さあ、今日もね、シルエットから一週間回ってみ、あ、一週間じゃねえや、一週回ってみようかなと思うんですけどね。いやー、恐ろしいことにですね、今日は水曜日で明日木曜日なわけですね。で、本大会っていうのは日曜日なんで、明日になった時点でですね、金、土、日。ってことは、明日、あさって、しあさってと。何日後とか何週間後じゃなくて、もうついにしあさってっていうことになったんだよ、これね。いやー、ほんといよいよですよね、これ。あれ、タイマーどこ行ったかな。はい、じゃあ私、シルエットスタートなんでね、シルエットから打たさせていただきます。ね、もしね、一緒に練習できる環境がある方は、一緒に練習しましょうね。はい、では、重厚カバーをまず外します。で、最適練習を行ってくださいね。トリガーには指を上げずに、セーフティーガイドまで、最初に狙うターゲットに出して1回のみってことになりますね。はい、終わりましたら、スタンバイ姿勢をお待ちくださいと。何回も言いますけど、スタンバイ施設は基本的にはセーフティーを解除してですね、ホッキングして待ってるということなんですが、ホッキングしたくない方はね、後でホッキングしますとか、子供が行きますとか、ジャッジなんか意思を表明してください。はい、では行きましょう。シルエットスタンディング競技、スタンバイ、レディーゴー。さあ、8メートルからやってみましょうか。続いて9メートル。ああ、焦って引いちゃった今。もう一度9メートルを狙います。下に打ってるな、相変わらず。一度9メートル。さあ、5発目。10メートル狙っていきましょうか。シルエットも面白いんだよな。今日ね、これ動画の最後にですね、ちょっと本大会のお知らせ、ちょっとしたお知らせあるんでね、最後までご覧くださいね。もうちょいで床屋だな、これ。10メートルとか難しいよな。はい、では続いてフローに行きましょう。はい、ではフロー競技になりますね。では重厚カバーをまず外しましょう。そしてサイティング練習の方を行ってくださいね。よいしょ。終わりましたらスタンバイ姿勢でお待ちくださいということで、シルエットプローン競技に入りたいと思います。じゃあ行きます。はい、スタンバイ、レディーゴー。よいしょ。ではまず8メートルからいきましょう。おー、横向いたよ。とりあえず9メートル狙おう。
い、では続いて10メートル。あれなんか8メートル狙いそうではあるんだよな。下か。もう一度10メートル狙います。はまっちゃったシルエット怖いね。はまっちゃったよ。ガーン。おっと、これ指は微妙でしたね。自分の指もね、重量かかんないんで気をつけましょうね。なんてんだ。シルエットはスタンディングが9点のプロン5点で14点スタート。では、ブルザイ頑張りましょう。はい、では続いてブルザイに行きましょうかね。なんとか。残り2つの競技をまとめたいところですが、そしてどうなるでしょうか。じゃあ重工カバーを外してください。タイキング練習の方をね、行ってくださいね。1回だけということになってますね。トリガーに指をかけずに正規で書いたまま、はい、では終わりましたらスタンバイ一斉でお待ちくださいと。じゃあ行きましょうか。ブルサイ第1ターゲット、はい、スタンバイ、レディーゴとりあえず5発終わりました。セーフティーかけて重厚カバーをしましたので、ちょっとターゲットを確認していきます。30秒前です。何やそこまで行くの。まあいいね、まあいいでしょう。ちょっと1個ね、何発目あれ2発目すげえの打っちゃいましたよ。ちょっと他はいい感じだったんだよな。はい、では確認なさる方はね、自分の点数確認してくださいね。私は一発悲しいことに0点打ってしまいました。では重厚カバーを外してスタンバイ姿勢でお待ちください。はい、では行きましょうかね。ブルザイ第2ターゲット。スタンバイ、レディー、ゴー。そうか、こういう感じ。
知らんだ今の。お、そうですか。30秒前です。これでいいじゃないか。はい、終わりました。いや残念ながらね、0点打っちゃったんだけど、ちょっと後半良かったよこれ。ちょっとなんか掴んだ感じする、今さら。90の、まあ、2X ですね。では最後プレートいきましょう。はい、ではプレート恐竜ですね。今日ねまた点取りしたんですけど、プレート良かったんですよね。重厚カバー外してね、タイピング練習を行ってくださいね。今日終わりましたら、販売してください。行きましょうか。クリームですね。いいんじゃないのこれ。
ちょっとね、撮りたい動画がもう一個あるんでね、プレートここでちょっと一旦切ります。はい、ということで本日はですね、シルエットから始まって14点、90点、48点、合計152の 2X、 うわー、やっちまったなって感じですが、というのはね、今日ね、これまたね、今日はね、さすがにね、午前中からね、結構いらっしゃってましたね。で、私まあ、最後ね、午後8時半からいつも点取りやってるんですけど、プレートから始まったのね、僕ね。まあ、この、見事186点だったんですよ。これがなぜか一人で回った方が点が悪いという、この不思議さ。普通ね、一人で回った方が点数良くなるんですけどね。はい、そんな感じでした。まあ、明日もね、また、明日はね、練習はね、午後3時半からなんですね。点取りまた8時半ぐらいから始めたいと思ってます。さて、もう一つ告知でーす。さあ、今年もできました。ちょっと椅子。APS T シャツ。はい、満員御礼と出ております。満員御礼2019。ですね、これね、バックプリントなんですけどね。毎年恒例ですね。APS T シャツということで毎年作ってるんですけど、今年はですね、もう完全に、フロンティアで売りません。 T シャツ屋さんがね、いつもおなじみの T シャツ屋さんがですね、本大会の会場に来て販売するということになっております。7月14日ね、に売ってますんで、皆さんぜひね、本大会来たらね、これ買っていっていただけたらなと思っております。私の懐には一銭も入らないんですが、まあそれでですね、毎年ね、T シャツ作ってたのをうちで発注してって形だったんで、今年もね、このロゴね、ロゴを、まあ、自分で考えたわけですよ。で、大体ね、ちょっとね、自分の好きな歌からの歌詞からね、ちょっと引用したりしてたんですけど、で、去年はね、Go for the party っていうね、誰も知らないでしょうね、大江信也。名曲で、今年はどうしますかって言われたんですけど、まあ今年の T シャツね、まあどんな文字入れましょうかって言われた時に、おかげさまでね、まあちょっと若干2人3人どうしてもね減っちゃったんですけど、まあエントリー段階ではですね、294人、フルハウス、しかもキャンセル待ちまでね出ちゃってね、キャンセル待ちの方ね、残念ながらね、何か空いたのかな。まあ、どっちにしろ、ちょっとキャンセル待ちの方ね、ほんと残念でしたけどね。そういう状況なんで、この満員御礼的なものをなんか入れてほしいと、お願いしたのとですね。このサンキュー・フォー・ユア・エブリシングという。これね、山口百恵さんのね、名曲、さよならの向こう側だったかな、という曲があるんですけどね。結構有名な曲なんですけど、まあ検索していただければね、と思うんですけど、これ山口百恵さんのね、引退した時の多分最後の曲みたいな形だと思うんですけど、本当にね、残念なんですけど、去年ですね、この APS カップをね、ずっと開催していただいている丸善さんのですね、社長である前田哲夫さんという方がね、いらっしゃったんですけど、残念ながら去年ね、癌で亡くなってしまったと
いうことで、私こうやって APS やってるのもね、この方のね、まあ何でしょうか、おかげですよね、やっぱね、まあこの方のせいでというところもあるんですが、やっていて、まあいろいろねお世話にもなったんでね、まあ感謝の意味も込めて、本当何でしょう、もう本当全部が全部ありがとうと感謝しますという感じでこの文字にさせていただきましたということでね、今年の ABS カップ T シャツはですね、前田社長、前社長ですね、今はもう新しい社長がバリバリやってくれてますんでね、に感謝を込めてということになっております。でもってですね、色どうしますかって言われたんですね、カラーね。でまあ T シャツ作ってる、まあ名前出しちゃっていいのかな、中島さんという方がね案を出してくれたんですけど、2つ出ててね、これとねもう一個ねちょっと緑っぽい、いや何だったかな、黄緑だったかなっぽいの出してきたんですけど、まあ大体こういう A 案 B 案出てる時はね、上の段のやつっていうのがまあ作ってる方の推薦ということなんでしょうけど、ちょっとね、まあ無理を言ってというわけじゃないんだけど、下の段にあるこの色にさせていただきました。前田さんにお世話になったという年、あと満員になったという年で、私こうやってね APS カップ続けてられるのはですね、まあこの赤羽フロンティアさんのおかげなんですね、これね。まあ私社長でね、あのなんで3つけるとかって前言われたことあるんだけど、まあほんとね典型的なアホな社長なんでね、もうあのお店の方よりもね、こっちに一生懸命になっちゃっててね。まあ、ほんと良くないんだけど、まあ、とにかくね、赤羽のフロンティアないとね、やっていけないわかったんですよ。まあ、簡単に言うとね。まあ、で、赤羽のフロンティアっていうのはね、なんだ、看板の色がね、青に白の文字なんですよね。ですんで、ちょっと T シャツの色もね、今年はね、これにさせていただきました。で、去年まで200作ってたんですけど、ちょっとね、やっぱね、濡れ残っちゃったりもしたんでね、今年ね、100にしたんですけど、まあ逆に完売したんじゃないかなって思ってるんですけどね、甘いでしょうかね。まあそんな感じで、3000円で売っております、この T シャツね。会場で売ってますんで、ぜひね、お買い求めいただけたらなと思います。これが1点。そしてもう一つ。じゃーん。じゃ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 ーん。じゃ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 ーん。じゃ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 ーん。ということで、まあ、なんのね、脈絡もないこの並び。赤羽本、水曜どうでしょう。ベトナム DVD。そして、桃色クローバー Z のニューアルバム。そして、我らが丸善さんのスーパーグランドマスターウィーラン、この4点セットをですね、まあ赤羽フロンティア賞としてですね、APS カップね抽選会があるんですね。競技終わった後オープンフリーと、だから最初フリーになるのかな今年。この4点セットね、フリーの方に2セット、オープンの方に3セット、じゃーん、はい、これ買いましたよね、ちゃんと自腹で買っておりますんでね、これねみんなね、店の方に請求書行ってないようにしてますんで、ね、これは私の自腹なんですけど、一応赤羽フロンティア賞としてね出させていただくということで、抽選のね、まあ、こんなもんいらねえと言われても、あの一応グランドバスタービビダンが入ってるんで、まあよかったらね見て聞いていただけて、そしてまたこの本読んでいただけたらなと思っております。ということでちょっと、このべしゃりの方が多くなりましたけど、こんな感じで本日もここで終わろうと思います。いやー、いい気分で点取り終わったんだけどな、面白いね APS カップっていうのは本当に。皆さんもね、で今年ね、あの今年もですね、7月14日本大会当日上の階でね、この T シャツとか売ってる階なんですけど、体験会、無料体験会やってますんで、ブルーズアイプレートシルエットと3個全部打てるようになってて、レンタルガンもありますし、レンタルゴーグルもありますし、もちろんビビダンも用意してありますんで、本当手ぶらでね無料でやってますんで、そこら辺も打ちに来ていただけたらなと思ってます。
あとね、トイガンフェスタはね、何回も言ってますけど、KC さん、多分ね、ここだけの話、B 級品と言ってますけど、私の見たところ、どうも、そんな B 級っぽくないんでね、新品が安く買える場なんじゃないかなと、怒られるかもしれませんが、怒られたら謝ろうということで、ぜひね、そこら辺も楽しみにしていただけたらなと思っております。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。